7周年ですよ。じゃあ暗闇の時の私を知らないという方もたくさんいると思う、まあ知らなくていいんですけど、たくさんいると思うので、その時の話をしよう。せっかくすることないから。暗闇目が充血してきた。暗闇の時の話をします。あ、知ってますか、私がもうね、小学5年生の男の子って言われてた時代ですね。いや泣いてないですよ私。そう、暗闇の選抜の時にはもう 何やかんなら分からんかったんですよ。なんか本当にもともとアイドルをこう目指してたとか、そのなんていうんですか、全然分かんなくて、だからデビュー発表があった時になんかそのレコード会社が決定しましたみたいな時もなんかみんながわーって言ってるから私もわーって言ってたけど、ええみたいな、なんかそのキングレコードさんです、なんか AKB と一緒です、わーみたいなってたけど、なんかわーなんわーってなんなんでも私もわーって言うけど、なんか そこもよく分かってなくて、でなんかその来週改めて選抜発表しますみたいななったんですよ。いや私そのなんか、いや例えばその1週間でまあ変わることもあるかもう分かんないですけど、まあ、その1週間だけなんか例えば毎日配信を始めたりとかしてたんですよ。でも絶対そんな来週発表されますよって言われて足りないんですよ、努力がきっとね。で選抜発表があって結局入れなかったんですよ。選抜大号泣しましたよね。でもなんかそこでなんかあ、もっとなんか本気でやんなきゃなみたいになって、私が悲しんだらファンの皆さんも悲しんだんですよ。その時なんとすごい覚えてる、なんかね、ショールームで報告というか、まあショールームで選抜に入りませんでしたということを伝えた時に、私だけが悲しいだけじゃなかったんですよ。ファンの人がすごい悲しんだんですよ。ここでね、なんかもっとできるなって、まあ、やってなかったからなんか何にもやってなかったって言ったら、そのファンの皆さんはそりゃそんなことないよって言ってくれるだろうし、まあ、言うしかないじゃないですか。でも本当にその時になんかまあすごい悲しかったですね。悲しくて、このシングル発売されるまで、まあ、カップリング曲にも全員曲 ST48 っていう AKB48 の、まあ、STU バージョンで、そのカップリング曲は歌えたんですけど、まあそのオリジナルのカップリング曲はのメンバーにもなかなかこうね、歌唱メンバーに選ばれることができなくて、まあ選抜にも入れなくて、カップリング曲メンバーにも選ばれなくて、めっちゃもうマジで絶望でしたよ。あれはね、もうなんか、ああなんか他の選抜に入れなかったメンバー
ともまた違う立場だったんですよね。なんかこうやっぱり、うん、なんかね、暗闇、大好きな曲なんですけど、なんか今でもなんかでも今なかなかこうそのなんて言うんですかね、結構崖っぷちだったんですよ私的にはね。こう 今でもなんか冷や汗の冷や汗が出るんですけど、え今チカってしたよ俺しない、今でも冷や汗がこう出るんですけど、その時のこと考えたら結構なかなか人って崖っぷちに立てることってないじゃないですか、立つことってないじゃないですか、あるんかな。でもそれがあるからこそ今なんかこう喋れることがあるじゃないですか、それ経験したからこそ。そう、わあタワーありがとうございます。今ちょっと書くものが手元にないのでまた今度書きますね。ちょっとスクショして、そう、選ばれなかったデビューシーンって、あのアイドルってこんな感じなんだって思ったんですよ初めて。厳しい世界だなって感じでした、うん、続けてよかったなって思うよ。まだ続けるけどね、なんかやめるみたいな話になるけど、やめてないですから、やめないですから、はい、いさせてください。まだでもなんか本当楽しいことばっかりじゃないんだなって思いました。アイドルのやってる中で、まあ、それも受け止めなきゃいけないし、懐かしいな。でもあの経験が今は確実に生きてると思ってる、うん、でもすごい確信してますね。なんかあのこうなんていうんですか、多分この今までやってきたことの中で何もこう消しちゃいけないんですよ、その悔しかったことも。全部何かが欠けたら今がないんですよね。本当してもね幸せですよね私。ありがたいですね。なんかやっぱり選抜発なんかもう7枚目シングル7枚目の発表7枚目のあのシングルを発売してこうなんていうんですかね、選抜発表があるとかこうシングルが出るっていう瞬間すごい嬉しいけどトラウマなんですかね、うん、なかなかこう選抜発表とかはねあんま好きじゃないですね。震えちゃいますねやっぱ怖いからなんか幼少期の時になんかあのなんていうんですかこうすごい怖いなんかテレビを見たらなんかそれがトラウマになってなんかやっぱり大人になっても、まあ、ちょっとそんな慣れるけど、まあ、慣れていくけど毎日のことだから、まあ、お風呂入るのちょっと怖いなみたいなとかね。でもやるでも入れるけどねみたいな、まあ、そんな感じの感覚なのかな。いやなんかこう選抜発表があって、発表しないで発表しないで言わないでって言っても確実に今言うじゃないですか。 そんなもう発表しなきゃ進まないし、シングルも発表シングルも出るって言ってんのに発表しさせてよって感じじゃない、言わないで言わないでって言ってこう聞きたくない聞きたくないってそういう話じゃそういう問題じゃなくなるじゃないですか。それはもう毎回言わないですけどね、ファンの人にはいちいち選抜発表が怖いんですとか、まあ、だからなんかこう、
なんか楽しくいなきゃって感じはある。楽しいことをいっぱいしたいって思う、うん、私が楽しいのね。多分みんなも楽しんでるんですよ、その時。だってきっと同じ人がいつの間にか周りにはいるようなもんなので、私が皆さんに影響を与えてるかもしれないですし、ファンの皆さんも私にすごく影響を与えていて、だからライブとかでファンの方がこう名前呼んでくれるのってすごいエネルギーになったんですよね、私の。それが一気になくなった時もあれも絶望でしたね。絶望を感じる時はいろいろ感謝しますね、いろんなことに。そうなんですよ。いやー、私が選抜落ちて悲しんでた時は皆さんも悲しんでたから、私が喜んでる時は皆さんも喜んでくれる。ありがたいな。なんか幸せですね、うん、早くコールしてくださいよ皆さん。もう早く戻ってこいよ、前のステージ。今日で4周年ですからね。早いですね。取れるか。カップリング外れてた時は見てなかった。あ、でもそれからもカップリングに選ばれたことは、若者メンバーが、20世紀、21世紀でなんかもうみんなが選ばれるやつ、みんなが選ばれるやつにさすがにそれで仲間外れっていうか、なんかねそこで選ばれないってね、あのない、まあデビューシングルもみんなで歌うやつには選ばれるっていうか、歌割りをいただいたんです。まだ5年目ですが、カップリング曲は選ばれたことがありません。悔しいですね。足りない、まだまだ自分が足りないんですよ、きっと。すごいなんか勉強してかわからないんですけど、目標達成の仕方っていうか、なんか自分、まあ目標設定の仕方もそうですけど、なんか目標、に向けてなんかあの頑張り方をなんかすごい分かったんです。まあきっと、まあ、いろんな要因があってカップリング曲とか、まあ選抜に選んでいただいてるのもいろんな理由があって選んでいただいてるじゃないですか。あ、連続配信、じゃあ最後これ話して終わりますね。あ、そう、じゃあ、今私にあるものは気持ちしかないんですよね。気持ちだけで今までやってきてるんですけど、まあ、一番ダンスがうまいわけでもないし、でも気持ちがあるから練習するっていう、練習に惜しいとは思わないんですよ。練習をすることは全然惜しいと思わない。それは気持ちで動いている部分で。で、あとはね、あ、メイクですね。メイク、あのやっぱりビジュアルも大事ですから、ビジュアルはなんかそれもメイクして、メイクをもっと研究したら
もっと改善されるべきことじゃないですか。で、あとスタイルですね。スタイルも大事じゃないですか。アイドルとして衣装がなんか今回の衣装はなんか思っとったのとファンの皆さんとなんか思っとった雰囲気と違うなとか思ったとしたとしても、そのメンバーが可愛かったりメンバーのスタイルが良かったら、それってもう何でも素敵じゃないですか。だからそれは私がスタイルをもっと磨いて痩せて何でも似合うようなアイドルになれば、それは改善されるね、問題解決じゃないですか。なんかいろいろやっぱり私が変わらなきゃいけないなって、なんか心が多いですね。だからこれからどんどんもっと頑張っていきますから、応援していってくださいね。じゃあファンの皆さんがに頑張ってほしいことは、ずっとまあ私のことを、忘れないことと、あと友達に私のことを全力でおすすめすることですね。よろしくお願いします。原因自分論で考えるの大事ですか。その原因全部私なんですよ。だからはい、ではちょっとここら辺でランキングを読みます。13位黒光きなこさん、12位ネコココアさん、11位ヘドウィグさん、10位コウマさん、9位水鉄さん、8位ケブピー H さん、7位ヒサさん、6位ヘイさん、5位ハイケイさん、4位タクゾさん、3位オールグーリンさん、2位ノッシーさん、1位はヤスシさんです。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見ていただきどうもありがとうございました。じゃあまた明日は頑張っていきます。明後日も頑張っていきます。これからも頑張っていきましょう。バイバーイ。デビュー4周年ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。